日産キックスというわけでやってまいりました。キックスついにこの車ね結構興味あったんですよね。コンパクト SUV ということで、これはもう電気自動車の部類に入るんですよね。この日産のギャラリーね、このキックス2台あります。キックスね、分かりやすい値段設定で275万9000円と286万9000円ね、 X2 トンインテリアエディションっていうのと普通の分になります。あ、結構中そんなにあれか、未来感ないなやっぱリーフとちょっとその辺住み分けしてるんかな。ではお邪魔します。もうコンパクト SUV のまあこれね、いいパワーということで、このワンペダル、そうそう、これがどれかな、ドライブモード、これかな、ペダルのこのブレーキの操作、ブレーキというよりはアクセルを戻したら、この車が回生ブレーキでこうぐーっとね、ストップするというものですね。いいパワー、充電しながら、走ります。このガソリンエンジン積んでるんですよね、これ積んでるんですけど、それはパワーに使わずに、充電に使ってるというものですね。あー、結構リーフに似てるな。このモニター周りはリーフに結構似てますね。でこの辺でなんかセンサー的な、いろいろプロパイロット的なやつがあるんでしょう、きっと。あー、まあでも2グレードあるうちの1つ、まあこれでもそんなに安っぽさはないですよね。黒でね統一されてシックでいいなという印象があります。あ、これひょっとしてデジタルミラー、一応ほらこんな感じ、乗った感じこんな感じです。まあ私ねこれぐらいのサイズめっちゃ好きなんで、安心して乗れるサイズだなと思います。やっぱ車幅がそんなに広くないんで見やすいですよね。視界性が結構いいと思います。後部座席このまま、結構普通に、あ、広いかもしれん。ほら足元これぐらい、これちゃんとドライビングポジション保ってました。これぐらいのスペースあります。フィックスいいね後ろちゃんと乗れる。ほら頭もこれぐらい。私ちょっと座高がちょっと高すぎる疑惑がありましてすごいね座高高いんですよ。それでも余裕。あ、これいいわ、フィックス。なんかシートベルトチェック、あ、電源がちゃんとついてるんね。キックスは、これは売れる、これは売れてるでしょう。あ、ドアちょっと軽いな。開いたわ。あ、広い。十分すぎるぐらい広いわ。羨ましいわ。やっぱ日産この e パワーがね、すごい、売れ筋だと思いますよ。このワンペダルドライブも慣れればすごいね、燃費を稼げるということで非常にいいと思います。新しい車の乗り方だなと思いますね。やっぱね、完全電気自動車がまだまだ怖いっていう方はこのキックスおすすめです。でこっちはね、もう一個グレードが高い方の、キックスになりますね。外装はそんなに変わらんかな。オイルも一緒ですよね。ほら一緒。あ、よく見たらこのヘッドライトのここにキックスの文字。やっぱ日産ね、最近ここ大開口口といいますか、すごいねここ広くね黒くデザインされてますよね。ルーフレールがねちゃんと最初からついてるということで、これ塗り分けられてるんですよね。シルバーとこれ黒なんですけど、結構なんかブルーっぽいね、紺色っぽいメタリックです。ここがちょっとプラスチックなのが残念かな。ここも塗装してほしかったな。結構車高が高い割にはシャープに見えますよね。ではちょっと飽きましたので、お客様に邪魔しないように、おお、こんな感じか、2トン、あ、革のあ、どうでしょうね、どうでしょう、これちょっと好き嫌いが分かれるかもしれんな。質感、触った感じの質感は確かにいいんですね。ちょっとお邪魔します。ティックスお邪魔します。おお、すごいオレンジ。これ選べるんかな、これちょっと選べるんかな色。
私はちょっとこの色どうでしょう。もうちょっとなんかね、落ち着いたベージュの皮とかね、茶色とか焦げ茶とかあれば選べれればいいんですが、あると思いますけど、なかったらショックやな。あ、内装での差っていうのは本当にこのシートぐらい、シートとこういう革張りの差なんですね。走りとかその辺はほとんど一緒じゃないですか。最大トルク103Nm なんね。のこれはモーター出力やな。あ、そうか、モーター出力だけか。排気量が 1.2 でもこれはあれなんですよね、これで走ってるわけじゃないんですよね。充電の方に回してるはず。車両重量は、1350kg ね。あ、全幅1760か。いいね。あ、全高1610mm。ということは、立体駐車場の、1550規制には入らないということなんですね。まあ、全幅が1760ということで、すごいね、街乗りとしては、いい感じのサイズじゃないですかね。あ、結構、こういうところにメッキ使ったりとかね、すごい高級感を醸し出してるなという感じはします。そんなに手抜きしてねえなというやっぱちょっとちょい高ですかね。やっぱそのモーターがあるんで、その高級感もそれなりに出てるという感じの印象を受けましたね。 WLTC モードで 21.6kg か。後ろ座席もう一回乗ってみましょう。こんな感じです。おお。でもだんだん慣れてきたかもしれん、この色ね。あ、これはこれでいい色かもしれん。なんかオレンジっぽいね、なんか皮なんですよね。なんかオレンジです本当にこれ。いや、かなり使い勝手いいと思うわね。レギュラーガソリンでね、充電できるということですよね。せやから新しい提案ですよね。電気自動車なんですけど、ガソリンを入れてそれで充電して電気に変えて、まあ、電気モーターで走るというものなんですよね。なのでね、水素ガスとかまだまだ先ですよね。水素で燃料電池で車を動かすというものは結構高価で、まだまだね、需要的にまだまだ先かなと思います。ですがこれは車で発電してガソリンを使って発電して、まあ、電気自動車として走るということなんでね、ガソリンスタンドに行けばいいわけなんですよね。充電しなくていいというものなんですよね。はい、というわけでこれが今、噂の E ペダルの、キックスでした。はい、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。はい、というわけで、日産キックスでした。じゃあね、バーイ、グッドボタンもお願いします。